ご視聴ありがとうございます。今回も開封動画になります。さて今日は何が入ってるんでしょうか。それでは早速開封します。はい、またハサミです。さて、はい、じゃじゃーん、あ、また逆だ。はい、今回はガメラですね。はい、このガメラは一般流通では販売されてません。少年リック限定販売になってます。一番初代のガメラですね。モノクロで、上映された映画の最初のガメラになります。では開封しましょう。はい、てねーんっていう感じですね。こういう感じです。うわ、なんか良さそう。おー、なんかいいじゃん。すごいですね、これ。あ、重いですね、これ。すごく重い。今回は ドライヤーで温めて差し込むっていうのがないので楽ですね。はい、ではゆっくり見てみましょうか。まず正面から見てみます。平成ガメラを知ってるのですごく可愛い感じがしますね。すごく時代を感じます。でもなんかね、見てて落ち着くというか、なんでしょう、味があるというかね。少し角度を変えてみましょう。下顎から伸びてる長い牙、これもガメラの特徴なんですが、ね、なんか細い鋭い牙っていう感じがしますね。真横向けてみたんですけど、すごく薄いですね。正面から見てる印象とだいぶ違って見えます。横向けるとすごく薄くて、本当に円盤みたいな胴体してますね。一応空を飛ぶ想定なので、こういうデザインになったんでしょうかね。細いですね。そして足がね、細い、こう体の印象からしてすごく細いっていう感じがしますね。で、尻尾もすごく細いですね。いや、なんか
可愛いですね。このアンバランスさがいいっていうのか、なんかすごくいいです。いやいや可愛いですね。なんたって初代ガメラなんですよ。これが原型です、ガメラのね。いやいや細かいね、造形がすごい。このコーナーね結構痛いです、触ると。ちょっとね、固めなんでね。で、こういう顔ですよね。おお、かわいいですね。はい、ガメラはね、本来子供の味方っていう想定でずっと来てますので、それは平成ガメラにも活かされてますね。いや、いいですわ。私はね、どっちかというとガメラの方がなんか好きなんですよね。ゴジラも好きですけど、でしょうかね、ガメラの方がやっぱりあのなんかこう子供の味方っていう、そういうイメージがやっぱり強くて、で亀が好きなんですね。あの昔亀飼ってました。まあそういうところで、なんでしょうね、あの亀という存在が好きだからガメラが好きなんでしょうか。細いです、はい、例によって、この少年ディックから出てますので、ね、光ギミックというか発光ギミックがねついてます、はい、これからちょっとやってみたいと思います。はい、それではですね、はい、この電源ボックス、乾電池が入ってますが、この先にジャックがついてます。こういうジャックですね。これを本体に差し込みます。で、差し込み口がここなんですね。ここを、ああこういうふうに、はい、また取れました、ね、こういうのが入ってます。はい、ここに、はい、このジャックを差し込みます。ガチッと。はい、では、一度照明を落としましょう。落としてみました。それでは、この電源ボックスのスイッチ入れてみます。スイッチオン。おお、はい、目が光るんですね。昭和ガメラの目ってこうして光ってました。確かに渋い。いや、いいっすね。はい、こんな感じで、うんうんうん、映画のイメージそのものです。
回転させてみます。おお、めっちゃいいじゃん。おお、30cm シリーズガメラ1965。これは、少年リックの限定販売で一般流通品はない、そういう商品でした。いや、これ買ってよかったと思ってます。ちょっとね、最初注文するときどうしようかなって迷ったんですけど、今本当に良かったなと思ってます。それでは、もしよろしかったらグッドボタン、またチャンネル登録もお願いしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で、バイバイ。